交通事故に遭ったくらいで義足になってんじゃない、この間抜け。お母さんが脇見運転の車に轢かれそうだったからとっさにかばったの。お前の体が強ければ打撲程度で済んだだろうが、普段からカルシウムが足りてないんだよ。そんなレベルの事故じゃなかったのはあなたも分かってるでしょ。ワンボックスカーに両足を轢かれて300メートル近く引きずられたのよ。お前さ、俺の母親を助けたと思って自分に酔ってるだろ。あんな老いぼれ事故に遭おうと知ったことじゃないのに。どうしてそんなひどいこと言うの。母さんが義足になろうと俺の生活には何の支障もない。だけどお前が義足になったら誰が俺の世話をするんだ。自分のことしか考えてないんだね。お前こそ後先考えずに義足になりやがって。俺のことを少しは考えたらこんなことにはならないはずだ。なりたくてなったわけじゃない、いい加減にして。黙れ。言っておくが、義足になろうと一切の甘えは許さん。今までと変わらず働く俺をサポートするんだ。リハビリもあるしすぐには無理だよ。甘ったれるのもいい加減にしろ。明日には退院させるように医者に話しておくからな。昨日ようやく義足の歩行訓練が始まったばかりなのに。そんなのは根性でなんとかしろ。お前は本当に俺にとってのストレス源だな。早く退院できるように頑張るから。そんなの待ってたら俺のご飯はいつやってくるんだ。それくらい自分で用意してよ。俺は毎日仕事でクタクタなんだよ。足が動かなくなった程度で言い訳できると思うな。これのどこが言い訳なの。他の誰に聞いたってあなたの方が無理を言ってるってわかると思うよ。なんだと。俺の母親を助けた程度で調子に乗ってないか。そんな余裕に見える。これからの生活不安で仕方ないのに。俺もお前みたいな足手まといと生活すると思ったら不安で仕方ないよ。こうなったら離婚も時間の問題かな。本気で言ってるの。お前みたいな足が動かない欠陥品は再婚なんて絶望的だろうからな。それが嫌なら俺にとことん尽くすことだ。自分の妻が大変な時に心配どころか脅かすような真似するんだね。こんなことになったのも全てはお前がどんくさいからだ。医者が何と言おうと一日も早く退院させるからな。覚悟しておけ。私はエリ、32歳の専業主婦。私には去年から病気を患い入院中の義母がいます。そんな義母に外出許可が下りて一緒に買い物に行った時、脇見運転の車に轢かれてしまいました。幸いなことに義母は怪我もなく無事だったのですが、義母をかばった私は大怪我により両足を切断、義足での生活を余儀なくされることになりました。義母を助けたことに後悔はありませんが、やはりショックなことに変わりありません。そんな私に対して夫の秀夫は心ない言葉をぶつけ、決して私を許そうとしませんでした。退院はすぐに許可されず、半年に及ぶ辛いリハビリ生活を送ることに。そして無事に退院したのですが、夫は私に対して信じがたい仕打ちをしてきたのです。半年後。お前が寝てる間に義足を処分しておいた。俺は彼女と旅行に行くからおとなしくしてろよ。え？退院してからのお前の家事の出来を審査したんだ。その結果お前は俺の嫁として不合格になった。何それ。私なりに一生懸命やってたのに。一生懸命やってるのに旦那一人満足させられないなんてどうしようもないな。義足を処分したのはそれに対する罰だ。義足がないと生活を送れないのを分かっていてどうしてこんなことができるの。お願いだから帰ってきて。彼女と旅行だから無理って言ってるだろ。お前と違って家事もできるし何より働いてる。私と別れてその人と一緒になりたいってこと。お前が義足になった時からマッチングアプリで新しい妻を探してたんだよ。どうせお前は役立たずになるって予想がついてたからな。そんなことするなら最初から離婚すればよかったじゃない。万に一つでも役に立てば嫁としてそのまま使ってやろうと思ってたんだ。ところがどっこい、点で役立たず失望したよ。よくもまあ悪びれもなくそんなことができるね。お前が退院するまで離婚しないでやったんだぞ。ここまで寛大な心の持ち主なかなか存在しない。結局それも私が使えるかどうかを伺ってたって話でしょ。そんなの優しさでも何でもない。お前はせいぜいこれから先のことを心配してろ。義足で足もまともに動かない専業主婦なんて需要なしだからな。大きなお世話です。当然だが一刻も早く出ていけよ。母さんに買ってもらった俺の家なんだからな。とにかく一回帰ってきて話をしましょう。出来損ないの欠陥品と話すことはねえよ。お前に無理やり書かされた離婚届旅行のついでに出しておくからな。
次の奥さん候補がいるから離婚届を準備させてたってことね。提出したらまた報告してやる。とりあえず旅行が終わるまでの間に這いずって出ていけよ。芋虫みたいになってるお前を想像するだけで笑える。1週間後。いやー、彼女との旅行最高だった。もういい加減家から出たか。いいえ、いますけど。は？お前いつまでも人の家に居座ってんじゃねえよ。あ、そういえば報告があるぞ。何？前に宣言した通り、義足の嫁とか恥ずかしいから離婚届出してきた。そうですか。別れることについて異論はないよ。これから惨めな人生が待ってるのに強がっちゃって。何にせよこれで俺たちは夫婦じゃなくなったんだ。今日中に出ていけよ。それはこっちのセリフなんだけど。は？家の名義は私になってるし、出ていくのはあんただよ。二度と帰ってこないで。え？お前何言ってんだ。母さんが俺に買ってくれた家だぞ。あなた名義人って言葉を知らないの？知ってるけど、母さんは俺たちの結婚祝いで家を買ってくれたんだ。当然名義はご主人様である俺になってるだろ。やっぱり何にも分かってなかったんだね。名義人はもともとお母さんだったんだよ。え、そうなの？私も知った時びっくりした。手続きが面倒だとか言って全部お母さんに丸投げしたそうじゃない。いや、まあそうだけど、母さんが俺に買ったって言えば自動的に俺が名義人になるんじゃないのか。そんなわけないでしょ。いずれはあなたに譲るつもりだったみたいだけど気が変わったみたい。ああそうだ、さっき名義人がお前になってるとかわけのわからないこと言ってたな。どういうことだ？あなたが今回私にしてきた仕打ちを全て報告したの。そしたら家の名義を私に譲ってくれた。以上です。なんでそうなるんだよ。お前に名義を譲るメリットなんて一つもないじゃないか。だったら聞くけどさ、あなたはお母さんが入院してから一度でも顔を見せに行った？え？こっちまで病気になるとか言って全然お見舞いに行かなかったよね。いや、だってお前が代わりに行ってたから。別に俺が行ったところで病気が治るわけじゃないし。あなたのその態度と今回の一件でお母さんは随分と失望したそうよ。いや、そんなこと言ったって俺だって昼寝したいとかやむを得ない事情があるし。休みの日には寝てる以外はゲームばっかりやってるよね。それもお見舞いに行けない事情って言いたいの？仕事で疲れてる俺の代わりに見舞いに行くのだって嫁であるお前の役割だろ。そういう態度の積み重ねがこういう結果につながったんじゃない？うるさい！今すぐ俺に家の名義をよこせ！なんで？実の息子である俺こそがふさわしいに決まってる。ご主人様って言葉には家の主って意味も含まれてるんだよ。勝手な自分ルールを押し付けるのやめて。そんなことより今後の心配をしたら？え？離婚届はもう出したんでしょ？そしてこの家の名義は私になった。あなたにはもう帰る場所はないんだよ。は？本気で言ってるのか？どうやって生活しろって言うんだよ。浮気相手と再婚するつもりだったんでしょ？その人の家に行けば。そういうわけにはいかなくて。どうして？実は彼女既婚者なんだ。今も旦那と一緒に暮らしているから俺が住み着くわけにもいかないだろ。呆れた。既婚者とそういう関係になってたんだ。分かってたことだけど誠実さのかけらもないね。近いうちに別れるって話だったんだよ。随分と計画性のない話を進めたんだね。分かってると思うけど慰謝料請求させてもらうから。はあ？お前は俺から家だけでなく金まで取るつもりかよ。お前には人としての優しさがないのか。義足になった私にあなたは何をしたか忘れたの？いや、それはお前のやる気を引き出すためにわざと厳しくしたというか。義足を勝手に処分することも優しさゆえの厳しさとでも言いたいの？そうだよ。お前があんなものに頼らなくても生きていけるように愛を込めて処分したんだ。さすがに無理がある。新しい義足弁償してもらうから。6000円くらいだっけ？なめてんの？40万ちょっとするから覚悟しておきなさい。高すぎる！ぼったくりだろ！お前は病院に騙されてる。6000円の方が無理やででしょ。慰謝料と義足代きっちり払ってもらうから。ダメだって。俺彼女に貢ぎまくってて貯金がないどころか借金まみれなんだ。そんな余裕はない。それは初耳ね。よくもまあそんな状態で再婚しようなんて考えたね。共働きすればすぐに返せるかなと思ったんだ。ちなみにいくら？ほんの600万ちょっとかな。どこがちょっとなのか理解に苦しみます。お前よりも俺の方が苦しいんだ。お願いだから助けてくれ。浮気相手に助けてもらえば。今家が俺のものにならないと連絡したら別れましょうって言われたんだ。あら、そうなの？マイホームを持つのが夢だったらしくて俺と再婚したら手に入ると思ったらしいんだ。
へえ、そうなんだ。夢破れちゃったわね。いや、俺は諦めない。頼むから俺に家の名義を譲ってくれ。一生に一度のお願いだ。お断りします。あなたとはもう夫婦でも何でもない。ブロックしますね。そんな他人行儀な言い方はやめてくれ。他人ですから。だったら名義はお前のままで許してやるから、せめて俺も家に置いてくれ。ふざけんじゃないわよ。赤の他人を済ませる義理なんてどこにもないから。俺が聞きたいのはそんな正論なんかじゃない。元夫婦として一かけらの愛情も残ってないのか。はい、その通りです。遺書料については後日弁護士を通して連絡します。さようなら。待ってくれよヘリ。義足でも何でもいい。お前がただそばにいてくれたらそれでいいんだ。返事をしてくれ。その後、ブロックされた夫、元い元夫は大慌てで我が家にやってきました。こんな時のために鍵を変えていたため、元夫は入ることができず、逆上した彼は叫びながら家の窓を石で割り出す始末。それを見ていた近所の住人の通報により警察に連行されていきました。逮捕された事実が相当効いたらしく、取り調べに対しても別人のようにおとなしく応じていたようです。もちろんだからといって慰謝料を請求することをやめるつもりはこれっぽっちもありません。出所後、離婚したことや捕まったことが噂で広まり、居場所をなくしたようで、最終的には退職、借金と慰謝料、それと窓の弁償代、新しい義足の費用、合計で1000万以上の支払いに追われる結果となりました。現在は新聞配達とコンビニバイト、深夜のパチンコ清掃業を掛け持ちして、平均睡眠時間が1時間なんだとか。ちなみに元夫の浮気相手は関係がバレて離婚。私からだけでなく配偶者からも慰謝料を請求されたようです。そして1年後の現在、私はリハビリのおかげで義足生活にも慣れて社会人として働いています。優しい職場の人間に恵まれて毎日楽しく過ごすことができて本当に幸せです。